皆さん、防空壕って入ったことあります？なんか遊びで。てか皆さん、地域に防空壕ってあります？自分たちの地域に。で、僕、中学の時に、おい、みんなで防空壕入ろうぜ、つって。なんか、小学校の時の、なんかこう、屋外、なんか、あったじゃないですか。ピクニックする時とかあったじゃないですか。そういう時とかにさ、みんなでこう、ダンスを見たりとかさ。ほら、田中武田、松本、これが、この前習ったダンスをだ。この地層を見て、ああ、ここの地層はこれをこういう色でこういうのを含んでるから、きっとこの時代のものだなとかさ、そういうのあったじゃないですか。で、そういう流れで防空壕にみんなで入ってみるみたいな授業があったんですけど、で、そういうのがあったから、おい、ちょっとみんなで防空壕行こうぜ、つって、千葉のね、蟹田村っていうとこの近くの防空壕にみんなで入ったんですよね。そうだ。戦争やってた時の多分時代のものですよね。そう。みんなでその防空壕入って、で、中入ったら、防空壕ってさ、本当に防空壕じゃん。ただ、横の穴があるだけじゃん。なんだけど、入ったらさ、今度、三股に分かれてんだよ。防空壕が。まあ、普通に書かなくても多分分かると思うんだけど、ここに防空壕が、三股に分かれてんの。で、その時は、フォーマだった、確か。いや、違うな、違うわ。フォーマじゃねえや、N503 だわ。うん、N503 とか、なんかそういうやつで、で、防空壕、携帯のライトで進んでったんだけど、三つに分かれてて。そう。うわ、つって。うん。なんだこれ、と思って。ちょっとワクワクすんじゃん、そんな。で、めちゃめちゃコウモリもいんの。ちゃんとなんかこういう、普通にこういう道があるじゃん。で、こうやって歩くじゃん、人が。で、ライト当てたらコウモリが、こういう風にさ、いるんだよ。うわ、コウモリだっつって。初めて見たみたいな感じで。で、三股に分かれてて、どうするっつって。なんかみんなで分かれていくよりも、一緒になっていくべ、っつって。で、行ったら、これ本当に怖い話っていうか、まあ危ない話だったんだけど、よく、これ、よかったなと思って、なんか地盤沈下みたいになってて、普通に道が、なんだろうな。なんて見たろう。こう。なんかこう、人こうやって歩くじゃん。これ、床ね。めちゃめちゃ割れてて、で、下にこうさ、なんかこういうトゲトゲみたいなのもあったりしたのよ。天然の。なんかその罠とかじゃなくて、なんか天然のなんか地盤沈下して、なんかこういうトゲトゲみたいなさ。そう。これ本当に危なかった。携帯の明かりを見ていかなかったら、踏み外したらそんな風になるようなとこがあるとは思わずにさ、ちょっとこれ気をつけべっつって。で、奥進んでったんですよ。でもそんななかったですよ。100メートルかそんぐらいだったんですけど。で、中入ってったら最終的に扉があったんですよね。どんな扉っていうと、ほんとめちゃくちゃでかい、こういう扉。ほんとなんかこう、ギーみたいな。中ですよ。中洞窟っすよ。中洞窟、防空壕にこんなのあったんですよ。そう。で、なんだこれっつって、見てみたら、ここに、作戦会議室って書いてある。で、それ見た瞬間になんかもうめちゃくちゃ怖くなって、その扉は開けられなかったんですよね。なんかとんでもないの見ちゃったと思って。そう。防空壕、道が分かれてて、作戦会議室って。いや、ちょっと怖かった。これちょっとなんか、変なの、中に人もいるかもしれないと思ってさ。明日行くとこ決まって、バカふざけんな。捕まるだろ、もうそんなんもう。で、まあ、そのね、蟹田村っていう地域の近くの防空壕にそういうのがあったんですけど、で、まあ、防空、何なのかなと思って、で、それで、まあ、なんだっけな、それ調べたんだよな、それで。で、調べたら、やっぱ戦争中に、まあ、やっぱこう、空襲とかも、あるかもしれないから、そういうところに、作戦会議室を、まあ、作って、
まあ、兵士の人たちがそこで、まあ、使ってた部屋だったらしいんだよね。なんか、うちの親父とかさ、とかに聞いても、そんなの聞いたことねえつって、お前作り話すんなみたいな感じで。そんなのあるわけねえだろみたいな感じでさ。調べたらマジでできた。本当？マジ？うわ！ちょ。お、これだわ！待って、何これ？これ入れんの？防空壕。立山海軍航空自衛隊地下なんちゃら跡。マジ？いや、ここまでしか入れねえや。うわあ、そう、これ。三股になってんだろ？こうやって。そう。でもなんか、すげえ。作戦会議室どこにある？てか、なんで入れんだよ、今のこれ。ここ出口か。あ、でももうかなりあれだね。もう、ちゃんと、俺が行った時はこんなんなってなかったわ。今は多分こうやって、崩れ落ちないように多分なってんだ。作戦会議室どこにある？ここ観光地になってんの？作戦会議室ないの？俺、あの時、こんな整備されてなかったもんだって降りた時。ん？ちょっと待って、これ？なんかちょっと一回コメント書いたやつ。バカ、こんな感じだ。これだわ。なんで書いてる？でもこんな感じだったわ。ちょ、みんなの今 URL やってくれたやつ。あ、これだ！これだ！これだわ！これ、作戦室って。こう、そう。俺が行った時まだ何も舗装されてなかったんだよ。こんなのさ、そう、これ。これだ。これだわ。こんなだったんだよ。で、なんか、落とし穴みたいなのもあったんだよ。引き返すでしょ、これ。これ引き返すでしょ？ほら！ほら、こういう穴とかあんの、ここに、こうやって。これ穴だよ、これ。この階段は降りる方が怖いって。階段を埋め尽くす、瓦礫だよね。下手に踏んだら下まで転落する。これ、まさにこれ。うん。うわ、すごいね。ちゃんと動画に載ってんだ、これ。防空壕ではないよね、これ、多分。なんかさ、防空壕なんじゃねえかなと思ったんだけど、これ多分違うよね、これ。動画見たいね。うわ、だってこれかがまないと入れないですよ、これ。
怖すぎじゃん。怖すぎ。これさ、地盤が、なんか、ねえ、怖いよね。崩れたりとかさ。いや、当時はさ、中学とかだったから、まだ、度胸あったけど、大人になったら逆に入れないな。なんかでもお宝ありそうな感じするよな。コウモリないかな。俺が行った時コウモリ見たんだ。俺初めてそこで見たと思って。懐かしい。あ、でも外出ちゃうじゃん、これ。外出ちゃうんか。作戦、そう、だってこれさ、入り口がまずこう、よく入った、これ覚えてるわ。入り口こうだったもん。なんかブレるな。こんな入り口だったもん。これ。うわ、懐かしいわ、これ。23秒あたり右になんか立ってたけど、23秒。まあいいや、そういうの多分俺信じないんで、あの大丈夫です。そうなんですよ。でこの近くでよくあの学生服を買ってたんですよね。そう、